こんにちは、シグナルフラッグツイーです。今回は Windows パソコンで Linux が使えるように WSL2 の環境を整えてみます。このネタ、みんな見ないからやる気出ないんだけど、今時のパソコンの基礎としてやっておきましょう。そもそもなんで Linux なんか動かすのか。それはたくさんある便利なオープンソースソフトウェアが使えるようになるからです。例えば今はネットデータというパソコンのパフォーマンスモニターみたいなものをブラウザーで表示するプログラムを入れています。 Windows で Linux を動かすには Windows Subsystem for Linux 2 WSL2 というものをインストールします。WSL2 は Windows パソコン上に仮想の Linux パソコンを作ります。そのためパソコンの仮想化機能を有効にしなければなりません。タスクマネージャーのパフォーマンスタブで確認できます。もしも無効になっていたら BIOS での設定変更が必要です。Intel ならバーチャリゼーションテクノロジー、 AMD ならSVM モードというのをイネーブルにします。マイクロソフトのホームページに WSL2 のインストールガイドがあります。このページに従って入れていきます。手順1では Linux 用の WSL を有効化します。管理者としてパワーシェルを開きます。コマンドをコピーしてパワーシェルに貼り付けて実行します。ここで再起動しろと書いてありますので再起動します。再起動後手順2へ。 WSL のバージョン2を使うには Windows が最新の状態になってなければいけません。現在の Windows のバージョンを確認する手順が書かれています。 Windows アップデートで最新の状態にしておきましょう。バージョンを表示するコマンドは winver winver です。次は手順3です。ここで仮想マシンを有効化します。管理者としてパワーシェルを開き、コマンドをコピーして貼り付け実行します。そしてパソコンを再起動します。次は手順4です。 Linux カーネルの更新プログラムをインストールします。プログラムをダウンロードして実行するだけです。手順5では WSL のバージョン2をデフォルトバージョンにする設定をします。パワーシェルでコマンドを実行します。今度は管理者でなくても良いようです。手順6ではいよいよ Ubuntu アプリを入れます。 Linux にはいろいろなディストリビューションがありますが、 Ubuntu を使っておけばほとんど問題ないでしょう。 Microsoft Store で Ubuntu を検索してインストールします。 Ubuntu が Windows のアプリとしてインストールできてしまうのです。すごい。一度 Ubuntu を動かして初期化を済ませます。最初の起動にはしばらく時間がかかります。 Ubuntu を初めて動かすと Ubuntu のユーザー名とパスワードを設定するようメッセージが出ます。ユーザー名は Windows とは関係なく
自由につけられますが、面倒ごとを避けるため英数字だけを使いましょう。これでもう Ubuntu を使えるようになったのですが、今回はもう一つ Docker もインストールしておきます。先ほど Windows を最新にアップデートしなければならないと聞いて、そんな危険なことはできないと思った方もいるでしょう。 Linux はもっと大変なんです。オープンソースソフトウェアの集合体である Linux は、何かのプログラムが更新されると、それを使っていた他のプログラムが動かなくなるなんて当たり前。使っているソフトウェアのバージョンを常に気にしなくてはならないのです。これは例えばワープロソフトを動くようにすると、表計算ソフトが動かなくなるなんてことも平気で起きます。そこで Docker という OS を仮想化するプログラムを使います。表計算なら表計算だけが動く専用 OS を用意するみたいな感じです。映像では Docker Desktop というプログラムをダウンロードしています。Windows 上の仮想マシンで Ubuntu を動かして、 Ubuntu 上の Docker でまた OS を動かして、その上でプログラムを動かす、マトリョーシカ状態です。でもこうすると全く同じ環境の OS とプログラムがファイル一つに入って簡単に用意でき、みんなに配ることもできるという素晴らしい状態になります。さてダウンロードが終わったので実行します。インストールにはそこそこ時間がかかります。インストールが終わったら一度ログアウトするようなメッセージが表示されます。サインアウトします。 Docker デスクトップを開いてみます。 Docker 本体はログインの時に動き出しています。デスクトップのアイコンで開くと、 Docker の状態を表すダッシュボードが開きます。ここで何かをすることはほとんどないでしょう。最初はチュートリアルが案内されます。やってみましょう。まずはデモで使う命令一式が入ったファイルをレポジトリからダウンロードするようです。画面右にはファイルをダウンロードしている進捗が表示されています。終わったら次へ。 Docker ではイメージという OS とプログラムがすぐに動くように設定された圧縮ファイルみたいなものを使います。そのイメージを作るコマンドを実行しています。イメージを作るには OS の準備やらプログラムの設定やら全てを行うので時間がかかります。次はイメージを使って実行します。イメージは圧縮ファイルみたいなものなので、コンテナーという解凍状態のファイルが作られます。 Docker Hub にアカウントを作るとイメージを簡単にアップロードして配布できます。ダッシュボードには今作ったデモ用コンテナーが表示されています。何やらクリックしろということなので、クリックするとブラウザーが開きました。どうやら Docker のマニュアルページを表示するプログラムだったようです。このように Docker を使うとインターネットのサーバーも簡単に動かせます。先ほどダッシュボードはほとんど使わないと言いました。 Docker は Ubuntu のコマンドで操作します。Ubuntu の画面が開いたら Docker と入れてみましょう。ちゃんと設定できていればヘルプが表示されます。 PS とコマンドを追加すると今動いているコンテナーが表示されます。もしも Docker コマンドが動かなかったらどうしたらよいでしょう。 Docker デスクトップが動いていることを確認してダッシュボードを開きます。設定画面で Resources WSL Integration と選び、 Ubuntu が有効になっていることを確認しましょう。これで Docker コマンドが動くはずです。派手さがなく Docker の便利さを伝えにくいのですが、最後に Node-RED を紹介してみます。Node-RED はブラウザーで編集できるウェブサービス開発ツールです。中身は Node.js です。なので JavaScript を使います。この Node-RED を Docker で動かしてみましょう。
ノードレッド日本ユーザー会のホームページに Docker での動かし方が紹介されています。なんか大変そうなんてことはありません。たった1行のコマンドです。ホームページからコピーしたコマンドを実行するだけ。ノードレッドが動くように設定されたイメージをダウンロードしてネットワークをつなげるコマンドが書かれています。はい、もうノードレッドが動いています。ノードレッドと同じコンピューターで開く URL アドレスが表示されています。ブラウザーで開いてみましょう。これがノードレッドの画面です。非同期で処理の順番が分かりにくいノード JS をデータ駆動型のグラフィカルなインターフェースで開発できるようになっています。私はブログ用の API をノードレッドで作っています。いかがだったでしょう。少しでも Windows ユーザーの方に Ubuntu を動かすメリットを感じていただければ嬉しいです。そして Docker を使えば気楽にいろんなプログラムを楽しめるようになります。でもこんなキーワードで検索してたどり着く人なんていないだろうな。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録をお願いします。